はい、皆さん、こんにちは、ノッツォでございます。ということで、今回ですけどね、こちら、ポケットモンスターバイオレット、続きやっていきたいと思います。はい、ということで、前回ね、閃光の主というね、こちらミミズズっていうポケモンの、でかいバージョン、まあ、主がいたんですけども、まあ、そいつを倒して捕まえることができましたと。これね、ミミズ。ミミズズ。ミミズズミミズ。間違えた。シャメ、シャメ、自撮りってどうだったっけ？あ、これ妹できない。なんかしゃがんだ、こいつ。え？こいつ、こいつ。なんだーみたいな。なんだーみたいな顔して。これ。ついてくる？なんか地中というか、地上にいるやつはなんかおとなしいね。なんか地中にいるやつってなんか引っ込むんだけど、こいつなんか、全然、逃げようともせんし。かわいい。かわいいね。はい、ということで、今回やっていくのが、どうしよっかなーと迷ってるわけでございます。まあ、段、てか、ジム近い、違う、スター段近いから、スター段をね、ボコしに行ってもいいのかなーと思うんですけども。はい、ということで。あとは、なんかね、ちょっと教えてもらったんだけど、このカラフシティにね、なんか、帽子が、なんか、ニャオハの帽子が売ってるということをね、教えてもらったんで、それをね、買いに行こうかなーと思います。うん、帽子ずっとこのままっていうのもね。まあ、おしゃれしたい年頃だし、まあ、帽子だけでも変えようかなと思うわけでございます。君は、一体なんだ？なんかすげえおとなしいんですけど、この人。はい、ということで、まあ行きましょう。はい、ということで、ここになんか売ってるらしいわ。来年から寮生活って、あ、そうなんだ、君たち。親元離れて。R&T です。いらっしゃいませ。ここにね、帽子が売ってるらしい。ニャオハ？あ、ちゃうわ。あ、これか。スポーツキャップ、スポーツキャップ。あ、これだ。草猫のこれだ。これ。これが、ニャオハ帽子らしい。ほら。さあ、いつの間にか12万も持ってるってことなんで、買いましょうか。よし。装着したのかな？あ、で、小ガモで、あ、ほげえたと。まあ、ニャオハの姿をね、久しくもう見てないから、帽子だけでもね、ニャオハにしときましょうか。まあ、スマホのカバーはニャオハなんだけど、まあ、ずっとニャオハは俺と共にいるわけなんだが、間違えて昇降機乗っちまった。すげえ間違えた。これに乗るつもりは全くない。はい、ということで、ね、やっていきたいなと思います。さあ、ということで、まあ、スター団行きましょうか。近いし。うん。ポケモンセンター越えた先、ここだね。独団のアジトに挑もう。スター団毒組ボス、チーム C 襲名。スター団ボスの中でも中堅どころの強さを誇る。自身を忍者の末裔だと思い込み、コスプレをしている。小難しい言葉と毒の術で相手を翻弄することを好む。はい。特殊な人っていうことがわかりました。はい、ということで行きましょうか。まずは、あれ向かえばいっか。ポケモンセンター。で、毒なんで、地面がね、抜群だと。いうことで、花子さんが行けるだろうし、孤独も地面なんで、戦えないこともないから、しかも毒地面なんで、もう全然バリバリ戦えそうな感じはするよね。はい、ということでやっていきましょう。こっち方面でいいのかな？こっち方面はまだ来たことないんですよね。あ、トレーナーもちゃんといるわ。うわ。ブロロロ、あ、そうか、今回もブロロ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 ームくんもいるね、多分ね。好き、嫌い。さあ、孤独で相手してやろう。あなたに勝てたら好きな人に告白する。とんでもねえやつだ。人でこいつ、占いしとるわ。おえみ。はは、波いるか。予想外のやつが来るからさ、確か、でも水の攻撃もこれ、確か効かなかったん気がするわ、こいつ。この孤独くんは。あ、外れてる。かわいそうに。いけ、毒好き。急所かな？あ、急所じゃねえ。レベルがそもそも低いのか。まあ、ダイビングは効かんのよね、俺ね。貯水かなんかで、俺、聞きまへんの、その攻撃。波イルカさん。俺もイルカみたいなビジュアルしてるし。ほら。
水の攻撃効かないんだよね。これ強いよな。このポケモンマジ気に入ってる。孤独。おえみ。ヌオーとかすごいいいよね。こいつはドオーだけど。正直に置いて帰んな。あんたの恋は実らないかもしれないが。そんなこと俺には知ったこっちゃね。あ、これくれいる。いるんじゃねえかなと思ってね。こういうとこにいる。あ、コータスいるんだけど、ちょっと待って。コータスいるわ。捕まえたい。いけるかな？レベルが28か。いいね、全然。マドショットでは死なんでしょ。オッケーオッケー。まあ、いいね。全然いい。毒付きのが全然効くかもしかして。痛い。全然そんなことないな。じゃあ捕まえましょっか。もうモンスターボールがなさすぎてやばいな。じゃあスーパーボール。コータス、コータス、コータスはあれだわ、メレコだっけ。スターダン使ってたよね。最初の手持ちで。強かったなぁ。メロコ。メロコか。メロコマジ強かったわ。石炭ポケモン。石炭がエネルギーの源、コータスの住んでる山には多くの石炭が眠っている。ということは、ここは石炭があるってことやな。いいえ。イデリだっけ？白い煙、白い煙に守られて相手に能力を下げられない。あー。イデリがあるのもんかと思ってたな。あーはははボックスに。送りましょう。オッケー。ダグドリオもね、いるんだけどね。ディグダがいるからな。ディグダを進化させたいという気持ちが俺の中にはある。ハリテ山向こうにもポケモンセンター見えるね。すごい近くに、え、なんかもうなんか3カ所ぐらい見えるんだけど、この時点で。あ、あったあった。トレーナーもいるな。トレーナーの前にポケモンセンター寄っとくか。これくれいるでしょ。これくれ、あ、いた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 。おい、これくれ。ナイスー。傷を癒してもらいましょうか。で、モンスターボールも買うか。もうマスターボール売ってるんじゃねえの。それだけ確認しよう。パンパカパパパン。お預かりした童王たちはみんな元気になりましたよ。またのご利用お待ちしていますね。フレンドリーショップ。あ、ハイパーボール売っとるよ。もうハイパーボールでいいよな。10個ぐらい買っとくか。高くついちゃうんだけどね。高くついちゃうところ、ゴージャスボールとかもアホみたいに高いし。アホみたいに高いんだけど。はい、あのトレーナーぼこして。まあ、ウォーミングアップ的な。ちょっとちょっと、おばさんがいるわ、おばさんが。ちょっと待ってな。毒消しゲットして。毒弾の前に毒消しが置いてあるって。もうそれ準備されとるやんけ。この先の印の子たちは不良がたむろしてて危ないわよ。ありがとう。いや、学生がもう年齢様々でさ、おもろいよね、これ。老若男女いるみたいな感じだもん。さあ、欲張りすちゃんがやってきましたよと。耐久あるイメージなんだよね。まあ、つっても毒付きか。いけ、毒付き。それなりのダメージが。あ、毒になった。ナイス。毒を浴びた。あはは、蓄えるはやばいかも。防御とか特防が上がるんだっけ。嫌だな。毒でダメージを受けていくのはいいんだけど。あくびで流したいけど毒になっとくからな。まあ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 。これゴースといえばな、つかせんだけどね。やべえ、徐々に徐々に。うちにゴーストっていたっけ。それがいないんだよな。孤独、このターンで やられちゃうかもな。
いや、もう一回蓄えてほしい。オッケー。バカが。毒のダメージと毒付きのダメージで。徐々に。でも次の、なんか吐き出すかなんかかわかんないけど、してきたら、多分さすがに、これやられるから、この毒付き当てて、倒そう。欲張りすぎたんや、お前、蓄えるよね。打ちすぎたんや、お前は。デカーグス、デカグース、デカグースってなんだっけ、デカグース。デカグースってなんだ、ああ、あれか、あ、不良か。不良っていうか、なんというか。何でいこうか。あ、黒さんのトリックフラワーでなんとかもう、全部、投げ払ってくっていう。急所だからさ、あんま関係ないよね。そう、ヤングースの進化だ。デカグースは。たまに見るわ、デカグースは。よしよしよし。イオとの勝負に勝った。ははは。ゴース喜んどる。あら、強いよね。おせっかいだったかしな。すげえグーしてるように見えるな、あの人。お、幕の下。あ、にゃん？かわいいね。幕の下もうどこでも見るポケモンだよな。さあ、まあ行きましょうか、独断の。あ、ちょっと、あー、森ん中すごい。今までちょっと違うかもしれない、雰囲気が。今までは荒れた荒野みたいな、そんな感じのイメージがあったんだけど。あ、シリシルだ。こいつ進化ねえのかな？あ、プルプルプル、あ、ロトロトロト、あ、ネルケか。おー、帽子変わっとんね。ノッツォ。好調ですよね。今の俺はネルケだ。そうしといて、そういうことにしておいてくれ。いい機会だ。この前話飛び出た続きを聞いてくれ。俺がスターダスト大作戦をしているのは、スターダンの問題と謎を探るため。スターダンに入っている生徒たちの不登校の理由を知るためだ。ダンを解散させたい。合唱ペアと利害は一致しているしな。実際ノッツォとスターダスト大作戦に加われて、スターダンに近づくことができたし、ダンの奴らと話しても分かってきたこともあるんだ。だがもう少し情報が欲しい。そのために残るチームのスターダンたちとも話がしたいんだ。アジトに挑むなら力貸すぜ。またなノッツォ。出来上がってんな。校長は、でも、あの、ネルケの姿じゃない校長先生は、あの、久しぶりに前見たんだよね。あれ、そこ悪だったっけ？なんだっけ、くるぬぎ玉みたいな。あ、カジッチもいるな。こいつ、なんか猿じゃなかったっけ？猿っぽく、あ、シルシルの進化ってこいつなんじゃねえの？あ、見た目がなんか似てるな。なんだお前名前は。違うか。なんか見た目がちょっと似てるからそうかなと思ったけど。こいつ毒だったよな。痛いな。窓ショット。効果抜群だけど全然効かん。窓ショット自体の威力がもう低すぎるもんな。おだてられたし。だから目の感じとかシルシルに似てないめっちゃ。鼻、やっぱシルシルの進化こいつじゃん。いやいや、多分そうだと思うんだけど。そっか。お前進化だったら、うちにはいらねえな。なおも、こいつの方が素早さ高いか。混乱した。あ、でも当ててくちゃんと。ナイス。タギングル。ああ。闇カラスもるな。バンバドロに変えよう。ちょっと図鑑はマイナスか。シルシルのあれかな。ああ、でもそんなことないのかな？わかんないや。203番。ポケモン図鑑。ちょっと見るか。
シルシルの後にいればあいつは進化系だということになる。でも鼻が少し退化してマリオというかオリマーじゃなくなっちゃうね。それは別にどっちでもいいんだけど。そっかそっか、あいつ紹介されてるあいつの時点でも進化系だったのか。いやまだわかんないけど、いやまだわかんないんだけど、いやいやそうだよね、この順番だもんね。あー、進化の方が先に紹介されてって面白いな。捕まえたいけど俺にはシルシルというやつがいるからな、そっちを使ってあげたいんだよな。さあ奥に行きましょうか。なんかすごい重いような気がするわ。金に変なしょ、え、あ、こいつあれか、なんだっけ、オーロンゲになるやつ、悪タイプのベロバの不意をついた、お見通し、なんだろう、毒じゃなくて悪フェアリー、悪フェアリーだっけこいつ、ヘビーボンバーでベチャやろ。オッケー、フェアリータイプにはもうヘビーボンバー、体重でもうすごい闇カラスが近くにいる。あ、パフュートンか。ちょ、もうなんかもう迷ったわ、もうどっから来たっけ、どっから来てどこに行くんだ俺は。チルシル、あ、こいつか、向こうか、ノノクラゲだったかこいつの名前、前回見たんだよね、コンパもいる、ノノクラゲ歩くんだよ。歩いてんだよノノクラゲは。だが野生でまだ見たことない。タマゲタケ。ちっこ。モンスターボールと見まがう。やつ。ちょっとあれ見ていくか。何のポケモンがいるんじゃろっていう。赤くなってる。強そう。そんなことはなかった。さあ、モンスターボール。お、ひでましもある。すごいとこにアジト構えてんだ、まあ、忍者っていうだけあるのかもしれないな。中止の子たち、チーム C のアジト、なんか草のこの処理のせいか知んないけどすーげえなんかカクカクしてるような気がすんね。これはもう仕方ないことなのか。え、これがポケモンに見えたわ、なんかそういうポケモンかと思った。木にデザインされてるだけだった。シル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 。ワナイダいる。そうなるんだお前。面白。ネッコアラもいるしな。闇カラスめっちゃいる。ドンカラスはいないんだな。あー。ネッコアラ、はいはいはい、行きましょうか。ここでも色違いがポッと出てもわかんねえな。うん、なんか少年がいる。いい加減帰ってくんない。やだ、 毒組のボスのシューメイ殿に会いたいんだ。だからさ、本人に言われてるの、団以外は誰も通すなって。絶対会う、シューメイ殿とお話をするんだ。勘弁してくれよ、もうなんだか揉めてるみたい、どうしよっか。声をかける。あれ、あー、また誰か来ちゃったよ。スターターの新人ってこんなに面倒いんだ。待って、下っ端さん、この人ってノッツォじゃない？ノッツォってうちらに喧嘩売ってるやつ？勝ち込みです。やはり。わわ、やべえ。昨日オールでゲームしてたし、アジトのやつは絶対寝てる。僕は任せて、下っ端さんは仲間を起こして。はあ、なんでお前が。アジトが無防備だとシューメイ殿も危ないでしょ。シューメイ殿は恩人であり僕の同胞、危機には万難を排し、長谷三次郎が道理なんだい。ちょっと何言ってるか分かんないけど助かるぜ。
下っ端じゃない小僧と戦うの。同胞を狙う、幹部詰めは僕が相手になるぞ。わかった。キエーイ。なんかよくわからん体勢になったぞ。ヒロノブが勝負を仕掛けてきた。学生でもなくポケモントレーナーって。ゴクリ。さあ、花子さんで蹴散らしてくれる。10万馬力。まあ、マルノームに進化できるデベルタイでなんで進化してないんや、こいつ。30行く前に進化するよね。シルシル。そう、お前、それもまた進化してねえし。メラルバ。メラルバで燃やすか。花子さん、ありがとう。この曲いいな。なんていう曲だろう。シルシル。オリマオリマ。もうこれオリマーにしか見えないもんね。マリオっつったけど、オリマーなんだよね。火炎車。高素早さ。フォローの体やけど。オッケー。いけ、火炎車。やけどのダメージ持って、さあ行け火炎車。毒を浴びた。シルシルを倒れた。ハイ君の勝は兵を語らずだよ。下っ端でも何でもないやつボコしてもな。シューメイ殿ごめんなさい。あ、雨が降ってきた。ロッツォ大丈夫か。アシトを見張ってたんだが、急に騒がしくなったんでな。こっちで何があったのかと気になって来たんだが。ここで新ただなんて。彼はうちの生徒、スター団ではなさそうだが。スター団ではないけど、シューメイ殿は僕の同胞。どうしてもあの人に会わなきゃいけないんだ。分けありみたいだな。ちょっと話を聞いてみるぜ。ノッツを先にアジトを頼む。さあ行こうぜ、あんた。悪いようにはしないからさ。ボッコボコにしちゃってくれ。ロト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 。見張りに対処できたか。そのアジトに集まっているのはスター団毒組。チーム C。ボスの襲名は手先や器用な服飾担当。ちょっと一風変わった男だ。彼の行動は予測不能。こちらの宣戦布告に対し、どう出てくるかは不明だが、襲名が現れるまで可能な限り団のポケモンを減らすんだ。準備ができたらゴングを鳴らして、大作戦開始。チーム C に勝ち込んでくれ。おい。勝ち込みかけるか。毎回ダンの前って雨降るよな。あ、これくれいる。ありがとう。あ、なんか2枚だ。今までソロだったっけ。戦闘から3匹目までのポケモン。そうだそうだそうだ。そういう特殊バトルか。クロさんはでもやっぱ羊にしよう。で、花子さんも羊にしよう。じゃ、ちょ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 。並び替えで、孤独もいけるか。か？いや、ここはもう岸壁、もうこのメンツで行こうか。よし。黒さんちょっと心配だけどね、毒だから相手が。さあ、勝ち込んでいくぜ。バンバドル行きましょう。ビーガガガガ。とうとううちのアジトにモスターダストなんとかがやってきました。他のチームの敵を取ってみんなで輝きましょう。10分以内にダンのポケモン30匹倒せたら、ボスもお前を認めるかもな。おい。全部、バンバドルで潰すわ。べちゃって。もう踏みつける。ぺちゃんこにしたる。ああ、知らんポケモンいるわ。モンスターボールみたいな。モンスターボールみたいなポケモンがいる。いけー。いけ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 。ははあ、ベトベターもいるなあ。あ、ハブネークもいる。いいな。いけー。いけー。すげえおめえんだって。
すごい重いんだって。オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー、いけ。うわー、こいつはこのちっちゃいのちっちゃいのバンバドロで潰すのなんか申し訳ないな。でもんなことも言っとられんし、オッケーオッケー。向こうにもモンスターボール、なんでこんな今日重いんだいろんなものをさ、担当、つけてくからさ、知らないけど、草の繁栄に時間かかってんだろ、絶対これ。オッケー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 。さあ、ゴースもおるか。ゴースならアクさんでいける。じゃあ、クロさんでいけるな。いけー、戦っていけー。よし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 。どこにいる？あとはどこにいる？向こうにいる？あと12匹なんだが。あそこにいるか。これは、こっちクロさんで、いけ、戦え、すべてをねじ伏せていけ。OK。もうデビル差があるのかしな。ブロロロロロロロームの進化前。OK。シルシュルから名前がね、シルシュルこんなちっこかったっけ？豆粒ポケモンなんだが。もうちょっとでかいイメージあるわ、こいつ。あと2匹。どこにいるんじゃ、これらボケ。潰す。すべてを潰す。いけ。いや、レベル差あるんかな、もしかしたら。オッケー。俺たちはかなわないボスを呼んでくるんだ。でも、徹夜でゲームしてたって言うしな。来た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 。シュウベイ殿、瞑想してんの。シュウベイ、シュウベイ水産、優雅の増加、スターダンにあだなす不届き者、我がポイズンにて蝕んでくれよ。シュウベイ押してまいる。伊達政宗や、押してまいる。戦国バサラの伊達政宗は押して参るっていうね。めっちゃ関係ねえけど。アクロバティック。ボールの持ち方すげえかっこいいわ。あはは。毒悪かよ。まあまあ言うても地面でいけるか。我が来たからには不届き者は成敗するのみ。まあ10万馬力かな。行くぜ。不意打ちか。かすっただけで毒る噂もあるゆえ、怯えるでござるよ。はーい。はははぶちゃーって。いや、多分レベル差あるわ、これ。10万馬力も強いのかもしんないけど。いや、まあこのままでいっか。ブロロロローも繰り出した。こいつの特性、こいつはまだ弱いブロロロロロームね。鋼でしょ。10万馬力でいっか。アイアンヘッドも痛いけどな。もう花子さんだけでも花子さんだけでやれるな、これな、ほんま。他のポケモン出すあれないな。ベトベトンか。まあどっちにしろって感じだよな。弱点つけんのが、おやつ、地面しかわかんねえんだよな、毒に対しての。だからまあ、花子さんでいっか。え、そっか、4体か。ウロロロロホームが出てきた時には、あ、これで終わりかと思ったけど。ヘドロウェーブ。花子さんが耐えてくれてる。あ、でも10万馬力はまあ外すか。もう一回10万馬力。見せつけてやれ。10万馬力。ペチャーって。もう全部がペチャーって言ってる。で、ラストはブロロームを繰り出す。こいつね。下のやつね。ポイズン加わればさらまで。襲名この命最後まで。来たな。ブロロロロームがあのでかさってことは、こいつ相当でかいよね、この下のやつ。テラス、いや。テラス。
まあ大丈夫か。バンバドルの、まあ、10万馬力で行ってやるぜ。シースターモービル32レベル。さあバンバドルめっちゃもう最近活躍してるからな、うちのもうスタメンもいいところ。ホイールスピンってなんだその技、初めて見る。つばこいつ特性なんだろう。10番馬力あ、巻き菱みたいな。あー弱いな。耐えるよねこれ絶対。吸収じゃなきゃ。オッケー。やっぱメロコの加速が強すぎたんだよな。あれがみんなだったらもう本当にやばかったと思うけどね。レベル差あるからまあ今は全然関係ねえけど。毒化粧。それぞれに特性が違うのいいよね。ブロロロロームってそういう進化先があるってことなんかな。わかんないけど。そういうのあったら面白そうだよね。みんなすまる。1年と数ヶ月前。おお、すまる。記事の仕入れが遅れたゆえ。やべえ、特にこのブーツはやべえ。こちらはニトロチャージから着想を得たでござる。私の制服もイメージ通り、本当にありがとう。地獄のアイドルならビアドロのコンセプトにかなったなら何より。これで全員制服改造完了。本当サンキューな襲名。二人もそんだけいかつければプレッシャー与えまくりっしょ。でも本当に器用だよね。オタクってだけで襲名、いじめてる奴はバカだよね。オタクの道は修羅の住まう茨道。凡人に理解を請う気はござらぬ。おいおい、なんだよ襲名。気合入ったこと言うんじゃねえか。そうだね、襲名君かっこいいと思うよ。じゃあスター大作戦に向けて、次は戦闘のトレーニングだね。ボスである僕らが他のメンバーより弱いわけにはいかないっしょ。承知、全身全霊にて修練を積む。全身全霊とて、抗えぬが定め。さざめとは起きて、起きてゆえこれを言うになら預けられる。毒バッチか。何これ。礼儀？いたた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 は終わったか。ラストをシュートする術、記されたからくりオーバー。マザマシーンのことね。ラストシュート、汚いゴミを相手にぶつけて攻撃する。毒状態にすることがある。 U の名はノッツォだったか。恨みつらみも浮かばなうほど鮮やかな乾杯でござった。襲名殿、同胞、どうしてもあんたに会って直接話がしたいそうだ。襲名殿聞いて、ちょっとだけでいいんだ。何故ここに。同胞を助けたくて。このまま不登校が続けば、襲名殿は退学処分なんでしょう。いじめられっ子だった僕たちが、今学校に通ってるのは、スター団が頑張ってくれたあの大作戦のおかげ。そんな人たちが退学なんて僕嫌なんだ。すまる。まだ町ボスって人に連絡がつかないの？あの日以来、町ボス殿がいなければ、団はなく、団がなければ、ウキウキアカデミーライフはなし。マジボス殿がご帰還されるまで、我らは足と守り続けるほかなし。あんたたちがそこまで信頼してるマジボスってのは一体誰なんだ。我らは実際にマジボス殿とお会いしたことはないのだ。本人曰く引きこもりとのこと。我ら同様いじめが発端らしいが。かわいそう。どんどんなんかマジボスっていう人のその事柄みたいなのも分かってくんな。誠の名も姿も知らぬが、我らの友柄に変わりはない。我らはただ町没殿のカムバックをあちとで待つのみぞ。
だからシュウメイ殿は学校に行かないんだね。でも忘れないで、シュウメイ殿にはスター団以外にも僕っていう同胞がいるんだって。同胞、かたじけない。いじめ、不登校、また一歩真相に近づいたな。いや、そんなことよりも生徒たちが抱いている問題や行動理由、そして大事な絆、全く感じてきていなかった自分が恥ずかしいです。スター団のみが司法と信じてきたが、誤りだったやもしれぬな。なんかね、いろんな話が分かってきたような感じはするけどね。それぞれの、なんか、ヌシーとか、ダンもそうだけど、ジムもそうだけど、やばいな。ノッツォ、襲名からボスの証、ダンバッジをもらったようだな。ふむ、確かに。これでボスがいなくなった。チーム C は壊滅するだろう。襲名。すまない、いろいろと思うことがあってな。これで残るアジトは2カ所、スターダスト大作戦は順調だな。ノッツォにはこの作戦の最終目的を伝えておきたい。それは5人のボスを集めてスター団を作った真の黒幕、マジボスを倒すことだ。マジボス？引きこもりとは聞いたけど、5人のボスを率いる謎の人物、その正体は一切不明だ。奴を倒し解散を宣言させればスター団は完璧に終わる。目立つことを嫌うマジボスは、アジトを持たず正体も隠している。だが、ボスが全員引退すれば、表舞台に現れるはずだ。約束の報酬だ。ノッツォのスマホに、リーグペイをチャージしておこう。ありがとう。結構溜まってきたな。技マシンマシンで作れる技マシンの種類が増えた。強い技を覚えさせて、今後も役立ててくれ。まもなく補給班もつくだろう。ボタンさんね。うーす、ノッツォ。なんか深刻な話してた？あぎゃーす。うげげ、あなたには聞いてないって。ベロベロ。あー。ベロベロに舐められて。舐めるってか食べられてたように見えたな。こんな形もないんじゃん。ネタは。黒幕の存在、カシオペアからうちも聞いた。スターダの創設者、諸悪の根源。そいつを倒さないとうちの宝は失われちゃう。ボタンの宝？ああ、いや、その。報酬。忘れないうちに。うん。ノッツはポケモンの落とし物をたくさんもらった。じゃ、渡したから。ノッツを負けないで。すごい深く言ってくるね。岩壁はハブネークに勝った。いつの話をしとんねん。まあやろ。はーいと、うるどど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 投げつけ猿じゃなかったっけ。お前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 だお前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 だ。どのクラゲだ。わ、死にかけだ、やばい。二度蹴りでなんとかならんか。あ、間違えた。こう死ぬかな、もしかしてこいつ。あ、死んでまう。死んでまう。ごめん。せっかく見つけたのに。ののクラゲを。投げつけ猿もおるな、これ。こいつ捕まえたい。25デベ。投げつけ猿に向こうには違うポケモンがいるんだよね。え、ゾロワかよ。ゾロワですか、あんた。いやー、これはもうどうしよう。モンスターボールで、なんとかならんかな。ハイパーボールで。ゾロワとは思わんかった。そういう感じになってんだ。なるほどね。やった、ゾロワを捕まえたぞ。人や他のポケモンに化ける、自分の正体を隠すことで危険から身を守っているのだ。
いや、ゾロは自身がいなくてさ、ポケモンに化けてるんだったとしたらもう見分けつかんな、マジで。ここで捕まえられてよかったな。ゾロは。ゾロワークになる。よかったよかった。欲張りスモール。いや、ゾロワだ、こいつ。いそうにないポケモンはゾロワってことか、ここに。ゾロワって分かってしまったらゾロワって見分けがつくのやばくない？俺もゾロワだったりして。そんなことないか。ノノクラゲせっかくおったのにな、捕まえられなかった。あいつかわいい。なんであんな風に立ったのみたいな。目のクラゲが地上に対応できるようにしたのがあの姿なんだろうけどね。いや、知らんけど。知らんけど多分そうなんだと思うんだよな。猿はよけるのに。この猿も使いたいな。可愛らしいね。はい、ということで、まあ、今回ここまでにね、したいなというふうに思います。次回なんだけど、どうしよっか。スターダムね、倒したから、あ、もう一回スターダンに行って、じゃスターダンに戦ってもいいし、こっち側行ってヌッシと戦うのもよしか。だっけ、どこだっけ。あ、上か上か。ここここ。このヌッシ。恐竜のヌッシ。あと、ここも行ってないから、ここに行ってもいいかもしんない。ね、ここ通れなかったけど、ジャンプ力がね、凄まじくなってるんで。はい。ということで。まあ今回はね、ここまでにね、したいなというふうに思います。いや、この森マジで重いって。マジで重いから。早く抜け出さないと。はい、ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。